福島県立小高商業高等学校は、福島県南相馬市小高区にあった、県立商業高等学校、常磐線小高駅から徒歩10から15分ほどかかる。東日本大震災の影響によりサテライト校として、福島県立原町高等学校の敷地内に、仮設校舎を建設し教育活動を行っていた。2017年3月31日に閉校となり、 小高工業高校と統合する形で新設校、福島県立小高産業技術高等学校として新たな歴史を刻み始める。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震に伴って発生した福島第一原子力発電所事故により避難指示がされた福島第一原子力発電所を中心とする半径 20km 以内の地域にあるため、 福島県立福島商業高等学校に仮の事務所が設けられた。また、入試に関しては合否判定が不可能となったため、通期選抜試験受験者全員を合格とする措置が取られた。少子化に伴う生徒数の減少に対応するため、2017年4月をもって小高工業高校と統合し、 福島県立小高産業技術高等学校が開校するのに伴い3月に並行することとなった。福島県地元の食材を使用したお弁当とおにぎりセット発売2016年2月12日株式会社ローソン HP 小高商工生が商品開発2016年9月25日福島民誘平成28年度中学生高校生の国際理解 国際交流論文、浅川寛一賞受賞者一覧福島県、教育長を義務教育課、HP ハット、福島県、地元の食材を使用したお弁当と豚汁を、発売2017年1月10日、株式会社、ローソン HP 商工賞、構成、アニメが作く街の魅力など、PR2017 年3月20日朝日新聞。 福島県立小高商業高等学校に2011年4月10日閲覧、高校統合商高校と商工商の統合校、校名は、小高産業技術校、福島2016年5月28日毎日、新聞福島版。ありがとうございます。